系文社ブックナビ。今日のナビゲーターはコア福山西店副店長の三島正幸さんです。三島さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。明日直木賞の発表ですね。はい、そうですね。予想をちょこっと教えてください。今回5作品あるんですけど、浅井亮さんのもう一度生まれると、辻村瑞希さんの鍵のない夢を見ると、原田真帆さんの楽園のカンバスと、ぬくいとくろうさんの新月誕、それから宮内悠介さんの盤上の夜かな、の5作品なんですけれども、本命はぬくいとくろう、対抗辻村瑞希、大穴原田真帆、多分僕はぬくいさんじゃないかなと個人的には思ってます。で、浅井さんとかもすごく評価高い人だし、僕もすごい好きな作家さんなんですけれども、いかんせん若い感性がちょっと理解されにくいんじゃないかなというのが、あと宮内悠介さんっていうのは、実は SF 作家さんで、今回デビュー短編集なんですよね。直木賞は SF に厳しいというのが慣例があります。かの筒井康隆ですが取れなかったのぐらいですからね。あとは文春が主催だからというので、ぬくいとくろうと辻村瑞希さんが文春から出てる本なので、まあ、この2つが一番有力というのと、今回ノミネートされると思っていた桜木志乃さんとか久保美澄さんあたりがですね、ノミネートすらされていないということは、これはぬくいとくろうに取らせる、ぬくいシフトかなと僕は思ってるんですけど、かまたはぬくいさんと辻村さんのダブル受賞かというふうに読んでますので、外れたらごめんなさい。明日の発表が楽しみです。さて、今日は何をご紹介いただけますか。夏になりましたんで、夏の文庫フェアというのをやってますので、それを紹介しながら、特に私のおすすめを一つずつ取り上げたいと思います。これから紹介する3社ともそうなんですけど、小冊子がついてますので、無料で配布をしておりますので、それを手にしていただいて、皆さんでこう選んでいただければと思っております。はい、じゃあ角川文庫から。発見角川文庫、私のおすすめは、初野聖さんの退出ゲームです。あの表紙を見ると、なんか青春もののような感じですね。そうですね、春地下シリーズって言って、春と地下っていう2人の主人公がいて、学校でいろんなこう出来事に遭遇するんですね。それを解いていくっていう話なんですけれども、基本は青春ミステリーなんですが、こう軽い謎のように見えて、実は真相はものすごく重かったりするっていうシリーズなんですよ。で、この退出ゲームの中にもそういうテーマとしては実は重たいっていうのが結構たくさんあって、でも青春小説として後味が良かったりするので、この初野聖さんという作家さんも非常におすすめですので、売れてほしいなと思っている人です。これは夏休みに中学生高校生にもおすすめですか。はい、ぜひ読んでほしいですね。高校が舞台なので、高校生向けだと思いますけれども、そのミステリーに読み慣れてる人も結構意外な驚きが大きいと思うんですよ。はい、そして次はどれいきましょう。集英社の夏一、この中からじゃあ一つおすすめを紹介しますと、これは米沢穂信さんの追走五段章。古本屋で働いている主人公のところにある女性が訪ねてきて、自分の亡くなった父親がいるんですけれども、父親が書いた小説を探してほしいっていう依頼を受けて、まあ、探すっていうのが一応メインのストーリーなんですけれども、その探す話が全部、リドルストーリーって言って、その結末がない話なんですよ。最後の一行は何だったかっていうことが一つの、まあ、興味の対象の一つでもあるんですけれども、最後まで読むとさらに大きな驚きが待ち受けていて、非常にびっくりすると思います。僕はこれは構成力がうまいというか、米沢さんの作品の中でも一番緻密な構成でできていて、あ、よくこんなうまいこと作ったなっていう驚きがある、完成度が高い、ということでおすすめです。三島さんがそこまで言うっていうことは、これは絶対読んでいただきたいですね。はい、そうですね。そして最後は新潮文庫。はい、新潮文庫は、おなじみ新潮文庫の100冊というシリーズ。これ今回の目玉は、なんといっても実は1984が、文庫になっての初の、夏文庫フェアなので、1984が一応メインになっているんですけれども、それまでの、名作もたくさんあるし、この夏の文庫フェアでは歴史が長いので、本当に古典的な名作からたくさんありますね。はい、その中で、私のおすすめは、なんといっても伊坂幸太郎の砂漠。これ実は青春小説なんですけど、これもね、驚きがありながらも、でも伊坂幸太郎の小説としか言えない、登場するキャラクターも、非常に特徴的だし、感情移入できるし、非常に面白いんですよね。なんか登場人物に西島っていう人がいるんですけども、この西島のキャラクターがめちゃくちゃいいんですよね。はい、で最後まで行くと、これもちょっと驚きがあって、でも青春小説としてもすごくよくできてて、もうなんかみんなでこう幸せになってほしいなっていうふうに思う
小説ですね、伊坂幸太郎作品の中でも僕は多分1番か2番かぐらいにおすすめ、で大好きな作品ですね。タイトルが砂漠、気になりますね。まあ、人生の砂漠を生きているっていう状態を表している大学生活の話なんですけどね、おすすめです。文庫というと本当に手に取りやすくってね、いっぱい読んでもらいたいですね。そうですね、特にこの夏のフェアはたくさん買うとなんか書店で角川文庫はストラップがもらえて、集英社文庫はハンコがもらえて、新潮文庫は帯を出版社に送るとブックカバーがもらえるというキャンペーンもありますので、キャンペーン目的でまとめ買いするっていうのも一つ手かもしれませんね。そういった方もきっと多いと思います。三島さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。経文社コア福山西店副店長の三島正幸さんにご案内いただきました。経文社ブックナビでした。